そう。あやつじさん？見ちゃったんだ。え？とそのうち誰か来るわ。そうかな。もし誰も来なくてここに泊まることになっても立花くんが守ってくれるでしょ。え？さあ、それより仕事を始めちゃいましょう。あやつじさん、勝手に喋らない。すみません。胸が。立花くん、見ちゃったんだ。そっか。だって、立花くん、私の胸、触ったくせに。あれは。ひどい。私の純情が汚されたわ。あなたの家族か先生にでも相談しろよ。わかった。わかりました。離れて！ごめん。これから少し付き合ってくれる？ね、でも、付き合ってくれる？ご褒美にもう一度触ってみる？それは、冗談に決まってるでしょ。もう本気にしないでよね。何よ。なんで足が濡れてるの？あやつじさん？かけられたの。え？おしっこ引っ掛けられたのよ。誰に？バカ！犬に決まってるでしょ。犬？汗かいちゃった。これには事情が。待って、話を聞いて。だから暴れないで、落ちちゃうよ。変なところ触らないでよ。触ってないよ。変態。もうお好きなように。皆さん、ここに変態がいますよ。やっぱり勘弁してください。いつでもいいわよ。あやつじさん。バカし、あなたたちの言ってることは創設祭に関係のないことばかりじゃない。何それ、もしかして嫉妬？あやつじさん。何？花。花？え？あやつじさんでも興奮するんだね。あいったー。それが嫌ならできる範囲で少しイベントを減らすとかさ。なんで、なんで分かってるのにそんなこと言うのよ。あやつじさん。あやつじさん。何？なんかいやらしい顔してる。そんなことないよ。本当に？本当、本当。私も立花くんのこと好きよ。もう絶対に話さない。それって契約？ううん、約束。じゃあ今度は交差するように。
もういっそ靴下脱いじゃおうか。あれ、なんか文句ある？これはこれでなんかいい。ほら、背中流すんだから早く出なさい。はい。少しは落ち着いた。一回だけでいいの？